ライチジムにようこそ。はい、ライチジム始まりました。今回はですね、あのユナイトのライブが終わったばっかりでね、ちょっと一段落するのかなと思いきや、オフィシャルの方からですね、フレンズの CD の発売と、ライブフレンズこちらの、開催が決定ということで発表されました。概要の方をちょっと見ていきたいなと思ってます。フレンズといえば90年代の結構人気のミニアルバム、フレンズ3というものはなんか全然想像もできないものになってたんですけども、ビーズの冬のアルバムとしてこう固められたね、シリーズ化してるもんなんですけども、3ということになるとね、どんなものになるのかっていう楽しみがいっぱいあります。先にね、ライブの方なんですけども、日にちの方を11月16日の火曜日と17日の水曜日ということで、場所がね、東京のガーデンシアターのみになります。平日でちょっと早めの時間帯のスタートということになっております。2日間だけの開催ですね。この東京ガーデンシアターのキャパの方はね、見たら8000人しか入らない感じなんですね。今回の開催にあたって、キャパの方は 100% 入れるということで発表がありました。完全着席制になっております。フレンズのね、ライブということで、いつものようなドンドンという感じじゃなくて、まあ、しっとりと聞く感じになるんではないかなと思います。サポメンも、いつものね、ビーズのサポメン、今回変わってますけども、サポメンプラス、スペシャルバンドとしてね、オーケストラ形式の感じになってますんでね、そういう形式のライブになるんじゃないかなと思いますね。豪華な予感がプンプンしますよね。チケットもね、今回は SS が19,000円。S 席が15,000円とね、ちょっと通常の回よりもお高めになっておりますね。プレミアム感ある貴重な感じっていうのを出してますんでね、今までない分なんで、それだけの値打ちがあるんじゃないでしょうか。チケットが当たった方の権利っていうものは今回ありまして、チケットを持ってる方はカップと操作、ビール楽屋仕様ライブフレンズロゴ入りカップ&操作の受注販売購入権利というものをチケット持ってる方は得れますんで、はい、購入の権利があります。さらに、これが A で B がコンセプトアルバムフレンズ3ライブフレンズ版購入権利ということで、こちらの権利も得ることができます。アルバムとロックグラスが付いてるもんですね、うん、この権利をチケット持ってる方は買う権利を持ってるということですね。ライブのチケットの方はもうね、あの販売が始まっております。もう受付の方、ビーズパーティーの抽選受付はもう今現在終わってますね。10月17から20日の正午で終了してますんで、あの申し込みの方ね、された方は今抽選結果待ちということで、これが10月26日の正午になってますんで、結果待ち状態ですね。どんだけの方がね、これ応募したのかちょっと分かんないんですけども、まあ、東京だけということと、平日のちょっと早めの時間ということで、お仕事されている方はちょっと行きにくいかなとかね、遠方の方は行きにくいかなっていうこともありますし、コロナ対策ということでワクチン証明書であったりとか PCR の、証明書、うん、そういうものをちょっと持ってきてくれということになってますんで、まあ、ちょっとこれはねまた読んでおいてほしいと思いますね。そういうこともありまして、またちょっとね慎重に、ライブはちょっと早いかなと思う方はあの応募しないと思いますし、なかなかねあの遠方、まあ、ちょっとね今動き始めてますけども、もうちょっと様子見ようかなという方は応募されないと思うんで、ひょっとしたら応募すれば当たる確率があるんちゃうかなと、ちょっとだけ思ってます。ちょっとだけ。ダメ元ですけども、まあ当たったらいいなという感じです。抽選が続きまして、B'zのクラブジムの抽選受付の方が25日の正午から27日の正午。結構短いですね、今回ね。うん、まあ、期限も迫ってるということもありまして、受付の方も短いですね。パッパパッパ終わってしまいますんで、しっかり見とかないといけないなと思います。そして一般の抽選販売が10月31日の正午から11月1日の正午ということですね。でマッチングシステムもありまして、11月6日の正午からの稼働予定ということでね、まあ、この辺もちょっとね状況によって変わるかもしれないんですけども、そういう予定になっております。申し込んだ方は楽しみにしましょう。今回のライブも配信の方があります。ライブ今回行けなくても配信が見れるから、配信を楽しみましょうということになっておりますね。で配信ライブの方が、2021年の12月24日の金曜日、20時からスタートということで、この最初のスタートはねみんな同時に行くんで、もう振り返りないで、2時間か3時間ぐらいですかね、うん、見る形になってますね、スタート、まあ、これがねクリスマスイブっていうのがねまたいいんじゃないですか。このライブは一通り終わってからは、1月の3日、来年の、ね、年明けの1月の3日の23時59分までがアーカイブ期間になってますんで、まあ、見放題、何度でも見れます。この期間は見れますよということなんで、年末年始ね、冬休み、お正月休み、こうじっくりとね、見ることができるんじゃないでしょうかね。
こちらのライブチケットの方が4500円ということになっております。こちらの申し込みの方なんですけども、もう今も始まっているんですけど、配信の先行販売というのがあるんですね。今始まっているんですけども、それが、11月の1日の23時59分までということになってます。この先行販売ね、申し込んどくと何がお得かと言いましたら、先ほどのねチケットを購入した方、特典権利、こちらを、同じようにね同等に持つことができます。先行受付で配信を買った方は、先ほどねビーズ楽屋仕様のライブフレンズローイルカップ&ソーサー、こちらを申し込むことができるっていう権利があったりとか、コンセプトアルバムフレンズ3のライブフレンズ版ね、あのロックグラスの方、こちらを買う権利があるとね、この A と B の、権利をあのチケット持ってる方と同じようにね持つことができるのが、配信の先行受付期間に申し込んだ方ですね。11月1日の先行販売期間が終わりましたら、次はね一般販売期間というものがありまして、これがね11月27日から1月3日も最終日のところまで、一般販売という形になりますんで、一般で買うと特典というのは、もうこのコンセプトアルバムフレンズ3のライブフレンズ版、まあ、さっきのロックグラスがある方ですね、これが買う権利ありますよということだけになっちゃいますんで、あのロゴ入りのねさっきのカップ&ソーサーを欲しい方は先行販売のうちに買うことが条件になります。配信の方はまたね、配信メディアの方を選ばなければいけないんですけども、ピアライブストリームとかローチケとかね、いろいろあるんですけども、まあ、一番ねあのおすすめはビーズパーティーの方から申し込みをされて、結局ピアのライブストリームの方になると思うんですけども、直接ピア行くんじゃなくてビーズパーティーの方から申し込みをされる、配信の方で、ね、配信メディアがいいと思います。なぜかと言いましたら、こちら配信メディアビーズパーティーで申し込みすると、メンバーのコメントプラスライブフレンズメイキング映像と約30分の予定をしておりますということなんでね、こういった特典がつきますんで、ぜひともファンクラブの方はこのビーズパーティーの方で購入することをお勧めしますね。そしてビーズコンセプトアルバムフレンズ3が2021年の12月8日にリリース決定ということで、こちらの方のね購入も考えないとダメなんですけども、この購入もねなかなかあの購入のパターンがいっぱいあるんでピンと来なかったと思うんですね。難しかったです結構ね、ちょっとその辺も概要の方見ていきたいなと思うんですけども、フレンズ3の販売形式は3種類になります。3種類ね、 CD が3種類あるんですね。どういったものになるかと言いましたら、初回限定版 CD プラス DVD 付きの分がまず1点で、2点目が通常の CD だけので、3点目が先ほど言ってたねライブフレンズ版っていうね、 CD プラスライブフレンズロゴ入りのロックグラスが付いたやつですね。 CD とロックグラスが付いてるバージョンが3タイプ目の方ですね。でこの3タイプの、バージョンが発売されるわけなんですけども、ね、あの全員がどれも買えるっていうわけじゃなくって、ライブフレンズ版の方は配信チケットを持っていないと買えないということがありますんで、これをねあのロゴ入りのロックグラス欲しい方は配信のチケットを購入してください。そして初回限定版の DVD がどんなものかなと見てましたら、これがねあのいつかのメリークリスマスフレンズ3エディットということでね、ミュージックビデオが入ってます。今撮ったねあのいつかのメリークリスマスのミュージックビデオが入ってるんで、これもねちょっとファンなら見たいものなんで欲しくなっちゃいますよね。こちらの方も欲しいし、ロックグラスも欲しいなとちょっと悩むところですね。収録曲なんですけども、曲名見る限りワクワクしてくるんですけども、春の日、シーズンエンド、乱れ散る、フレンズ3、バタフライ、こんな時だけあなたが愛しい、グロー&グローっていう感じのタイトル7曲入ってるんですね。このジャケットの方もフレンズらしくって、今までのフレンズ1、2のジャケットもね、ゾクゾクするものがあったんですけども、これもフレンズらしくてゾクゾクする感じになってますよね。木の場所がなんか幸せの場所みたいなんで結構有名なんですかね。そういう風に挙げてる方もいらっしゃったんですけども、まあいい写真ですよね。初回限定版の購入の方は、まあ、店舗、CD 店舗とか、EC サイトで買うことができるんですけども、買う店舗によって特典がいつものようにありますんで、まだちょっとね特典の方がそれぞれ発表されていないんでね、特典を見てから予約したらいいかなと思うんですけども、もう一個のねロックグラスが欲しい方はもう11月1日までに配信チケットを購入しといてくださいね。チケットなかったら買えなくなっちゃうんで、配信チケットを買うことは必須になってくると思います。ロックグラスの方は申し込み時期によって配達の方が時期が変わってしまうようなんですけども、チケットをね当てた方はもう権利あるんですけども、まあ、そのチケットの時期によっても
変わるみたいで、シリアルナンバーっていうのが送ってくるらしいですね。シリアルナンバーが送ってくるのが、まあ、チケットビーズパーティーでチケットを取った方、それとクラブジムで取った方は11月4日にシリアルメールが来ます。そこからのロックグラスバージョンの申し込みができるということですね。チケットの一般販売で当たった方は11月の12日にシリアルメールが来ますので、11月12日から申し込みができる。マッチングの方で当たった方は11月の16日からシリアルメールが来るんで購入ができますよということです。チケットは当たらなかっても配信の方の先行で申し込んだ方、先行は11月1日までですね。11月1日までに配信を申し込んだ方はそのシリアルメールが来るのが、11月の10日ですね。11月10日に来ますんで、11月10日に来た時点でこのロックグラスの CD バージョンを申し込みできるっていうことになってます。何で申し込んで何で当たるかによってそれぞれ時期が変わってきますんで、ちょっと忘れないようにしたいですね。すごくちょっと複雑になってますんで気をつけましょう。ちょっとややこしすぎるんですけども、11月1日までに配信を申し込んだ方はこのカップ&ソーサーもね来ますんでね、カップ&ソーサーとロックグラスの方も購入できますね。一番最強なのはチケットをゲットした方、それと配信を先行で申し込んだ方、全ての権利を持つことができますんで、このカップ&ソーサーとロックグラスを欲しい方はね、まず確実なのは配信をね先行で購入しておきましょうね。11月1日までなんで、はい、もう購入しておきましょうね。買うか買わないかはまた後で考えたらいいと思います。チケットはね、まあ、当たればラッキーって感じなんで、という感じで今回のはちょっとね複雑な購入の仕方やなと思うんですけども、自分自身がね何が欲しいかによって購入の仕方が変わると思いますんで、まあ、悩んでる方はねもうとりあえず配信を今も申し込んどいて、チケットはもう当たるかどうか分かんないんでね、配信をとりあえず申し込むってことが今一番早くするべきかなと思います。カップ&ソーサーが欲しいんやったらそれを申し込んだらいいと思いますし、グラス付きのフレンズの、ね、CD が欲しければそれを申し込んだらいいと思いますし、それはまた後からね考えてもいいかなと思いますんで、とりあえずね配信の方を申し込んでおくことが前提かなと思います。結果的にね後でね後悔しそうなんで、もうねやっぱり欲しいなと思いますね。ライブが近づくにつれて、もう稲葉さんがこのねカップを持ってたりとか、松本さんがねロックグラスを持ってるようなシーンの、写真がねもう LINE でバンバン来ると思うんで、もうそれ見て欲しくなってたまらなくなると思うんでね、もうやっぱり最初に権利を掴んでおこうと思います。はい、悩んでる方はもうそうしてください。という感じで、ね、今日はね発表があったフレンズの、アルバムの方と、ライブの方概要の方をねちょっと見ながらお話ししてみました。ライブに行けたら楽しいんですけども、まあ、CD も出るし配信も見れるし、この年末年始はね楽しめるんじゃないでしょうか。では今日は以上になります。ではせーの、お疲れ、また会いましょう。バイバイ。